こんばんは。今日は、今先ほどですね、リンガーハットでちゃんぽん買ってきました。リンガーハットといえば、ちゃんぽんで有名なお店ですが、ドライブスルーがあるっていうのは皆さんご存知でしょうか。で、自分ドライブスルーで、リンガーハット食事をとることも多いんですけども、麺類というところでですね、大丈夫かなって思っている方もいらっしゃると思いますので、どういった形になっているかお見せして、そちらを食したいと思います。こういうふうに、手で持てるようにですね、袋に入れて渡してもらえるというふうになっているようです。この中にちゃんぽんが入っております。中を見てみますね。こういうふうに、こちら側が汁、こちら側が麺というふうになっております。ですので、こちらから今お見せしたこちら、これが汁、これが汁ですね。ちょっとうまく見せれないですけども、汁とこちらが麺、この2つを袋から取り出すと、そうするとこちらのつゆが入っている方に、テイクアウトちゃんぽんの食べ方と書いてあって、容器の蓋を外します。麺にスープ、具材をかけてお召し上がりくださいということなので、こっち麺の方ですね、こちらの麺の方にこちらのスープをかけて食べるっていうのが食べ方みたいです。胡椒の方も上に乗っているので、胡椒をかけて食べたい方は胡椒をかけてもいいというふうになるかと思います。で、自分はもう何度も、ドライブスルーで食べたことがあるので、いつも通りなんですが、先ほど書かれていた通りですね、麺の方にスープを入れると。で、家から車で、10分ぐらいの距離のところにあるリンガーハットですが、まだお湯の方はあったかい状態が保たれていて、若干湯気も出るような感じです。なので、多少冷めるのはしょうがないとしても、美味しくいただけそうな感じです。じゃあ入れますね。で、具材が入ってるので、具材ももう上に入れると。で、お好みに合わせて胡椒が2つ入っているので、あまりね、胡椒を取りすぎると体に良くないと思っているので、自分はあっさりした方が好きというのもありますので、一応1つだけ入れます。で、作り方は以上になるので、完成というふうになります。どういった形になっているかお見せしますね。見えますか？こんな感じです。リンガーハットに行ったのとあまり変わらないぐらいの出来栄えですよね。もちろんリンガーハットからそのまま買ってきた麺につゆをかけただけなので、当然といえば当然ですけども。で、麺の方もこういった形で、多少ですね、ちょっとこうほぐしてやらないといけないかなっていう感じにはなってるかと思います。で、こちらを食べてみたいと思います。美味しいです。いつも言ってるリンガーハットの味そのままですね。多少麺の方がほぐすのには時間がかかりますし、熱々というわけではないです。そこはご自身でですね、熱々が良ければご自宅に帰ってですね、ちょっと湯がくっていうのもいいかもしれないですね。でもすごく美味しいです。で、ちゃんぽんの良さは皆さんが思っている通り、その
野菜がたくさん入ってるっていうところが健康的でいいですよね。私大好きなんですけども、リンガーハットの売りは、以前はその麺の増量っていうのができました。まあ、男性だとお腹いっぱい食べたい、九州だとラーメンに替え玉っていうのがありますけども、リンガーハットの場合は麺の量を 1.5 倍2倍にしても、まあ、以前はお金が取られなかったんですよね。ただで 1.5 倍2倍にしてくれると。ただ今はちょっとこういったコロナもあって業績的なものもあるんでしょうね。 1.5 倍にすると50円、2倍にすると100円というふうな形で書いてあって、今のこの量は 1.5 倍です。でやっぱし男性の、まあ、成人であれば、まあ、1.5 倍とか2倍とかそういったものを食べたくなるかと思うんですが、値段的にも非常に量を増やしてですね、以前は無料だったとしても、それが有料になったとしても、まあ、お得かなと思います。まあ、味も美味しいですしね。こういったキクラゲとかも美味しいですよね。長崎はかまぼことかが有名なので、こういったかまぼこみたいなのが入っているっていうのがまたちゃんぽんの特色かなと思います。あとはコーンですね。コーンはラーメンだと、味噌ラーメンとかに入ってそうなイメージですけど、ちゃんぽんには必ず入ってますよね。あとはキャベツともやし、人参、まあ、こういったふうに野菜がしっかり取れながら麺を増やすことでお腹いっぱいにもなれるというところで、まあコロナ禍の中なかなか外食するのも気が引ける方も多いでしょうし、まあ、一度ですね、試してみてはいかがでしょうか。今日はリンガーハットのドライブスルーのちゃんぽんをご紹介しました。以上になります。